難しい。東京ディズニーリゾートトリビアクイズ30。シンデレラのフェアリーテイルホールの控えの間の壁から時々顔を出すのは、これ A だね。これガストジャック。パンギャラクティックピザポートの店長トニー・ソラローニにあるものは、うわ知らねえこいつ。C かな。へそありそうな顔してるな。三大マウンテンの中で一番高さ、うわ高さスプラッシュかな。これ答え、次の号なのこれ答えだよ。勇ましいミッキーの肖像がどこに貼ってある。マジ知らねえ、全部聞いたことねえわ。じゃあ B で、ディズニーカンパニー。ジャングルクルーズワイルドライフエクスペディションに登場するジャングルのセールスマンが売ってるものと、これお守りじゃないの、違うんかな。ホーンデッドマンションの中で不気味な時計の文字盤何時まである。何これ。13時。イッツ・ア・スモール・ワールドでは世界中の子供たちと一緒に約何体のディズニー映画のキャラクター、うわこれ何体だっけな、30体ぐらいじゃなかったっけ。ずるいなこの答えの、15体、30体、40体ってずるくない。30体で、トヨタイムやるキャラクターの家、この家は誰の家。誰の家これ。ミニーかも。いやミッキーっぽいな、ミッキー。ちょっと全然わかんないわ、一番以外。ジェスチャークイズやろうか。素朴で可愛いレジカウンターの注目さ、このショップはどこ。B。 これお前全部わかんの。うん、キモ。ジェスチャークイズやるよ。ジェスチャークイズやるたい。それわかんないから。これわかんないからディズニー、いやそっちやりたい。フェイフェイのクイズがいい。いやこれいい、もうやだ。